第2代ライト級王者決定トーナメント1回戦、小岩の破壊王藤巻雄、連戦連勝、次々に相手を破壊する藤巻がトーナメントにエントリー。一気に王座取りを狙う。グローブは友達伊藤佑樹、ベテランファイター伊藤が決意のトーナメント出場。応援してくれている人たちのため、そして戦い続けてきた自分のため、最後のチャレンジへと挑む。激闘必至、新宿を燃やす熱いバトルから目を離すな。第7試合、第2代ライト級王者決定トーナメント1回戦、藤巻雄対伊藤佑樹。ラウンド1、勝者藤巻雄。ただいまの試合1ラウンド51秒、レフェリーストップにより藤巻雄選手の勝利でございます。勝ちました藤巻選手には、イサミ様並びにゴールドジム様より勝利者賞が贈られます。ありがとうございました。決勝、平君、チャンピオン決めよう。11月に行われるゼスト旗揚げ14周年記念大会で対戦し、第2代ライト級ベルトを争います。平選手、藤巻選手のベルトをかけた熱い戦いにご期待ください。